はい、整体師の角谷です。今回もですね、ご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、ちょっとね、今までずっと院の中とかどっか決まった場所で撮ってたのがですね、今回ちょっと初めてこんな感じで外で撮ってるんですが、一応理由としてはですね、今日一応日付で言うと9月の30日になるんですが、その日にですね、まあ、僕の高校の同級生がちょっと不動産の仕事をしてまして、まあ、その関係で京セラドームのですね、楽天とオリックスやったかな、オリックス楽天ですねっていうのをね、ちょっとチケットが取れて、なおかつ普段その一般の方がっておかしいですけど、入れないのでね、その VIP 席みたいななんかあるらしいんですよ、そのドームの上の方ですかねっていうのを、部屋みたいななんか十何人入れるところに同級生7、8人ぐらい集まって、ちょっと久々にご飯食べながら、まあ、野球見ようかっていうのでね、ちょっと対象の方に久々に来てるんですけども、めっちゃうるさいな、ごめんなさい。でね、その対象のところでですね、これが、ごめんなさい、何時だったかな、14時に一応対象に来てくれっていうのをね、僕がみんなに伝えてて、で僕が電車乗ったのが14時やったんですよ。はい、まあ、その点でちょっとむちゃくちゃではあるんですが、でさっき家からなんで何分やろな、まあ、20分ぐらい着いたんですけど、14時20分ぐらいに着いて、あ、急がないなと思って来たんですけど、まあまあ誰も来てないという状態になってまして、で今ちょっと一人で時間潰してるんですけども、はい、てな感じで今ちょっとね、外でこんな感じで初めて歩いてダラダラ喋ってるんですが、なんかこんな感じで喋ってる人、今までね、動画とか見てると結構多いんですけど、まあまあ恥ずかしいなっていうのはね、あるので、みんなすごいなと思いながらやってるんですが、で、まあ、せっかくなんでね、ちょっと体の話をまたしようかなと思うんですけど、まあ今日、さっき言ったように、京セラでね、楽天とオリックスの試合見に行くんですが、やっぱり、プロ野球選手、まあ、プロ野球ちょっと初めて見に行くので、あんまりルールもそこまで分かってないんですけども、プロ野球選手、まあ、皆さんイメージされると思うんですけども、やっぱりね、僕らみたいなったらですけど、プロのトレーナーがねしっかりついて、トレーニングのメニューとかもあって、なおかつストレッチとか体のケアとかいろいろした上で、毎日のね試合であったり日々のトレーニングっていうのは励まれてると思うんですけど、それでもやっぱりいろんな選手ってね、怪我したりとかすると思います。まあ肩壊したりとか肘壊したりとか、あとは膝弱したり、あとはやっぱり腰痛なんかも全然あると思うんですよ。ごめんなさい、トラックで。でね、それから言えることが何なのかっていうと、やっぱりね、一般的に皆さん、まあ、腰痛の方とか多く来られるんですが、何が原因やと思いますかって話を聞くと、大体の人が、運動不足かもしれないですっていうのと、あとは体が硬いからでね、もう皆さん大体口揃えておっしゃるんですけど、まあその全否定するつもりはないんですが、じゃあね、そのあなた方よりもめちゃめちゃ運動してるプロ野球選手、あなた方よりもめちゃめちゃストレッチやって柔軟やってるプロ野球選手、まあ、他のプロスポーツ選手もですけど、でなんでこれめっちゃうるさいな。でね、なんでその人たちが腰痛になるのかって考えると、やっぱりそこも一つの原因としては考えられるんですが、あんまりそれにね、なんていうんだろう、固執するのも良くないかなって本当に思うんですよ。まあ、どの動画でもね、いろいろ言ってると思うんですけど、やっぱ原因って本当に人それぞれやと僕は考えてるので、もちろんその運動することによってね、痛みがなくなる人も全然いてると思ってます。やっぱコメントなんかで、前も動画でですね、その筋トレしても治りませんよみたいな動画ね、出したと思うんですけど、あれも別にその全部を全部否定してるわけじゃなくて、やっぱり筋力不足になってるんで、腰痛が起きてる方っていうのは筋力をつけていけばもちろん改善すると思うんですけど、そうじゃない方っていうのは筋トレしてもやっぱり治らないんですよ。っていうのを考えていくと、やっぱりその人にそれでね、自分の合ったものをやっていかないと、絶対自分の体って良くならないですし、何でもかんでもやればいいってものではないので、なかなかね、その原因っていうのがまあ分からん部分ではあるのかもしれないですけど、何でもブロブロしてるのと思うんですけど、で、うちからの方でやっぱりね、先ほど言ったように腰痛の方多いんですけど、結構多いのがですね、家でストレッチやってますか、まあまあそのやってないっていう人が結構多いんですけど、やっぱりしっかり、なんか前も来られた方とかやったらね、なんか全然僕知らないですけど、なんか誰か有名な人のオンラインサロンに入って1時間ぐらいそれ見ながらストレッチやってますと、でなんか何千円かするこんなね、棒も買わされてと、その人言ってましたけど、棒を買わされて、で例えばお腹を押したりとか、お尻のなんかツボ押したりとか1時間ぐらいやってるんですと、でも痛いんですみたいな感じでねおっしゃられてて、
で、その方がやってない場所が何箇所かあったので、これをなおかつ棒じゃなくて手で押してくださいと、もうストレッチするだけで大丈夫ですっていうのをお伝えするプラス、もちろん初回ねセルスさせていただいて、次回来ていただいたんですけども、2回目来ていただいた時に、でなんかなんでこんな楽になるんですかと、一回言われたことがありまして、はい、ただまあそれはシンプルに別にね、僕がすごいとか何かをしたわけじゃなくて、その人の原因に対して僕が、セルツ動であったりアプローチとしてねストレッチをこれやってくださいっていう話を伝えたら、それが、まあたまたまって言ったら言い方おかしいですけど、これが当たったことによって、その人の痛み、結果っていうものが解消されたっていうだけの話だと僕は思ってるので、なんで、まあそんなにね、難しくないこともあると思います。それはもちろん、きつい症状の方とかね、何が原因か分かりにくい方とかもいらっしゃるので、全部が全部その腰痛なんか簡単に治せますよみたいな、そのしょうもないこと言うつもりは僕はないんですが、まあまあ、何が言いたいかっていうとですね、原因はほんまに人それぞれなので、まあいつも、ほんまにこればっかり僕言ってるかもしれないですけど、でもこれが本当にね、僕が伝えたいことなんですよ。やっぱり、こういう SNS やってる上でもそうですし、普段ね、来られる方にも皆さんにもお伝えしてるんですが、何が原因なのか、じゃあそこに対して何をやっていけばいいのか、っていうのが本当に大事だと思うんですよ。うん。だからその、ね、ストレッチするのもいいですし、筋トレするのもいいですし、マッサージ受けるのもいいです。なんかね、ようわからん骨格矯正とか、ね、なんか EM、なんかインナーマッスルとかも何でもいいんですよ。なんか自律神経がどうのこうのとか、何でもいいんですけど、それが本当にあなたの、痛みの原因なんですかっていうところですよね。それが合ってれば、正直何やっても良くなると思います。何やってもじゃないですけど、そこに対してアプローチすることができる方法があるのであれば、正直僕は何をやっても良くなると思ってるので、方法なんかはね、特に問わないんですけど、さよなら。っていうのがね、あるので、まあ、さっきも、冒頭でもね言ってましたけど、体が硬いから痛い、ストレッチをやってないから痛い、じゃあ体を柔らかくしてストレッチして運動すれば治るんですかっていうところですよね、うん、であとプラス付け加えると、運動不足かもしれへんねんって言われる方ね結構来られるんですが、じゃあそれ運動したら治ると思いますかって聞くと、まあ運動する前に痛いとおっしゃるので、まあ、僕もほんまそこやと思うんですよ。うん、運動をすることによって楽になる人もいると思うんですけど、そもそも運動ができない、じゃあ運動じゃない方法でやっていかないといけないよねみたいな場合もあったりするとは思うので、なんかごめんなさい、ほんまに歩きながら喋ってるのでどこまで喋ったかあんま覚えてないんですけど、まあ結局は何かっていうと、本当に人それぞれ原因があるので、あなたの痛みの原因に合わせたものをやっていけば、そこを探すことができれば大体のものっていうのは改善できるんじゃないかなとは思ってます。はい、あくまで何でしょう、体の中に異常がない場合の話なので、折れてるとかね、その完全にヘルニアが出て当たってるとか、もう変形してしまってるっていうのはまたちょっと難しかったりする場合もあるので、一応参考程度にまた見といてください。はい、てな感じでですね、ちょうどいい時間になったので、これで動画を終わろうと思います。はい、今回もですね、ご覧いただきまして本当にありがとうございました。